昨日こけら落としとなった金沢55カレースタジアム。北陸初となる J リーグ企画のサッカー専用スタジアムで最大1万5000人を収容できます。午後0時、金沢55カレースタジアムに続々と金沢サポーターが入っていきます。初めての試合を一目見ようと集まったのは8566人。ワクワクしすぎて全然昨日の夜寝れなかったです。遠足前の子供みたいな気分で今日も来ました。この日を夢見てやってきましたんで、はい、とても楽しみにしてます。能登半島地震を経ての開催にサポーターの思いもひとしおです。復興の灯火的な存在になることを自分としては願いたいなと思います。暗い気持ちで応援しててもしょうがないんで、気持ち切り替えて全力で応援したいと思います。訪れた観客の中にはこんな姿も。奥能登で被災した子どもたちです。Jリーグの試合に招待された子どもたちがこれからスタジアムへと向かいます。乗り込んだのは珠洲市や能登町などで活動する小学生サッカーチームのメンバーと家族およそ80人。寝れませんでした。ワクワクしすぎて眠くならなかったです。小学校の一番の思い出になるように楽しみたいと思って来ました。被災地などでボランティア活動を続けている団体が子どもたちを招待しました。ちょんまげ大です。おはようございます。いや、いいな。こんな大勢来ると思わなかった。満員ですよ。素晴らしい。皆さんね、まだまだ断水だったりいろんなことがある中で今日は一日楽しんでいただければなと思います。はい。避難所だったり断水だったり制限が多い生活を続ける子どもたち、少しでも子どもたちに笑顔を取り戻してもらえればとの思いからでした。我慢してるじゃないですか、子どもたちって。スタジアムだと歌ってよし、飛び跳ねてよし、騒いでよし、避難所で禁止されてることが全部ここでできるんですね。歌って踊って血湧き肉踊るみたいなのができればいいな。さあ、一生に一度のこけら落とし会場に来ました。皆さん、イエーイ、イエーイ、盛り上がった。ここが新しいスタジアムだ。バスは4時間ほどかけて金沢に到着。まず始めたのが全員金沢うまい、全員金沢、全員金沢、応援の練習です。そしていただきます。ゴーゴーカレースタジアムだけあって昼食はカレー。午後2時のキックオフに備えていました。黙祷。相手はお隣のカターレ富山。お互い J リーグに昇格してからは初めてとなる北陸ダービーが実現しました。待望のスウェーデン初ゴールは今シーズン加入したブラジル出身のマリソン。子どもたちは大きな声援を送り会場を盛り上げました。試合は残念ながら4対1で敗れましたが、子どもたちにとっては思い出深い一日となったようです。楽しかったです。今喉潰れてるんですけど、この経験を糧にこれからも頑張っていこうと思います。